火山より蘇った英雄恐竜三勇士獅子若恐竜軍団との壮絶な戦い。その時宇宙の果てから隕石が飛来する。真の敵の襲来、獅子若の秘密が今暴かれる。グレートアニマルカイザービッガー、突如飛来した隕石、そこに現れたのは太古の昔恐竜三勇士たちと壮絶な戦いを繰り広げた戦闘破壊アニマル、銀河侵略軍団。彼らの望みは破壊、そして侵略。生まれながらの戦闘種族。そして獅子若は自分が銀河侵略軍団から送り込まれた刺客であることを知った。だが獅子若は地球を守るために立ち向かう。仲間を、アニマル界を、この地球を。本当の大切なものに気づいた時、優しき心を持った銀河アニマルとして獅子若はついに覚醒する。新たなビッグアメカも登場。メカなのか人なのか、怒涛の展開を見せるビッグ4弾。地球を守るのは君だ、グレートアニマルカイザービッグファイター。たくよ、やってらんねえだバッカラ。いや獅子若くん、うん、あれなんだかいつもと様子が違うような。長島さんかよ、文句あるのか。怖い、獅子若くんがグレてる。長島さん腹減ったが、バン買ってこいが。戦闘破壊アニマル、銀河侵略軍団。侵略と破壊を繰り返す戦闘種族、その軍団を率いるのは銀河帝王ジ・エンド。銀河侵略軍団が繰り出す特殊能力、時間ストップ。ファイターの時間を止め、スロットで負けやすくしてしまう。さらに時間ストップダブルはフレンドまで弱くなってしまうぞ。 X 技では巨大歯車が地球を砕く。そして彼らが装備しているのは獅子若と同じビッグアーギア、宇宙食が出るぞ。獅子若くん、なんでグレちゃったの。はん、ほっといて、グレッカを。僕は実は銀河侵略軍団の仲間だったんだよ。だから悪者らしくしようかと思って。でも悪者なんて嫌だ。そうだったのか、獅子若くん、君は悪者なんかじゃない。ほら、本当の自分を思い出すんだ。本当の自分、どうだっけ。ガクーン、ついに目覚める闘魂獅子若。銀河侵略軍団の刺客として地球に送り込まれたことを知った獅子若。しかし弁慶や恐竜軍団と共に戦ってきた日々が獅子若に地球のために戦うことを決意させた。そして特殊能力覚醒で真の姿に変身。スロットが全て得意技になって、ものすご技が発動する。思い出したよ、僕は地球のヒーローだ。もう迷わないよ。そうだ、獅子若くん、闇に飲まれちゃダメだ。オーケー、獅子若様、その勢い。誰がを？あの声、まさか。新ビッグアメカも続々登場。火炎放射タンク、スロット強化、火遊び、ダメ、絶対。じいさんロボ、じいさんだからって飲みてもらっちゃ困るぞい。ばあさんロボ、ばあちゃんだって火炎放射タンク。そして衝撃の事実、アニマルマンには生き別れの弟がいた。その感動の再会は涙なしでは見られないぞ。紹介するよ、僕の双子の妹だよ。兄がお世話になっております。いや、獅子若様、超かわいい、かわいい。にゃー、もういいよ、長島さん、早く次行くの。そうだね、じゃあそろそろ、せーの、キャンペーン超ぶったり顔。
回のキャンペーンカードはベストタッグキラカード。相性抜群のファイターとフレンド、親友を連れて遊びに行こう。戦闘大会大アニマル頂上決戦銀河帝王杯開催。参加賞はリッガー4段のボスジ・エンドのフレンドカード、そして大好評のカードケースもリニューアル。今度の戦いは銀河級か。宇宙を思うと自分はなんてちっぽけな存在なのかと思えてくるよね。そうがおね、この宇宙を思えば僕の悩みなんてちっぽけなことがお。ビカビカバイバイ。